ということで、続いての質問をお願いします。はい、2つ目の悩みとして、世の中大手とベンチャー2つ大枠分けられてると思うんですけど、今現在同時並行で進めておりまして、やっぱり同時並行だと見るべき企業数も増えてどうしようかなというふうになっていたり、そもそも今悩んでる視点で大手志向なのかなって思ったりだとか、どういうふうに絞るべきなのか、絞らないでもいいのか、そういった点を教えていただけたらなというふうに思っております。ごめんなさい、変な答えばかりで申し訳ないんですけど、好きな方選んだらいいんじゃないっていう答えなんですよね。で、これは人によってやっぱいい会社の定義で違うと思うんで、ある人によっては大手企業とかがいい会社っていう風になるかもしれないし、例えば自分みたいに起業したいとかね、自分で何かやりたいみたいな思いが強い人にとっては、じゃあより最短距離で進もうと思ったらね、じゃあ小さい会社で、まあ、いろんなことやらせてもらってみたいなところがいいかもしれないし、まあ、これはまちまちかなと。一つ言えることは、僕はたくさん見るのは大賛成なんで、いろんな会社見た方がいいなって思います。で、よくね、感覚とか直感を当てにするなみたいなこと言われたりするんですけど、僕結構人間の感覚ってすごいレーダーが正確かなと思っていて、もちろんそれだけで判断するのはダメなんですけども、やっぱりこの人好きだなとか嫌いだなって感覚あるじゃないですか、会社に。それに従ってもいいんじゃないかなって思いますけどね、最終的にジャッジするときに関しては。たまたまいいなって思った企業が大手だったらそこに行けばいいし、いいなって思ったのがベンチャーだったらそっちに詰めばいい。そう、ただやっぱ属性は違いますからね、大手と中小ベンチャーで、これ言い悪い話じゃなくて、大手にもいいとこ悪いとこあるし、中小ベンチャーにもいいとこ悪いところがあると。じゃあそれが自分自身がね、例えばさっき言った僕は起業したいっていうある程度のゴールがあるじゃないですか、どっちが近いかなっていうところで考えた時に、僕はベンチャーだったっていうだけの話なんですよ、ね。はい、北堀さんにとってそれが多分ね、これから固めていくと思うので、なんとなくねこっちの方行きたいなって決めていくと思うので、はい、それがどっちを選んだ方がそれに近づけるかなっていう基準で見て、最後は感覚で決めていいんじゃないかなと思います。大手とベンチャーの話はよくね、私も聞かれたりするんですけど、就職活動生が持ってるベンチャー企業ってそんなにちっちゃくないと思うんですよ。100人以上大体いますよ。そうですね、はい。もうベンチャーね。ベンチャーね。そうですね。だから多分その2つの選択肢はそんな変わらない。ただベンチャー企業ですぐに責任を任せてもらえるとか、手を挙げれば何でもできるとか、そういう状況をイメージしてるんですけど、それ多分ね、2、30人の会社だと思う。言葉をあえて借りるとしたらスタートアップっていう、本当に設立3年とか5年とかそういう会社だと思うんですけど、はい、っていうところにはそういう環境はあるんですよ。だから多分なんか大手と中華製がやってるベンチャーと比較せずに、スタートアップと大手と比較するともっと明確になると思うし、スタートアップはあんまり新卒採用してないんで、はい、だからもう本当に大きいインターンシップとかで早めに行くとか、あとはまあそういった特化したサイトがあるん でそこで普通に募集してると、中途採用とかエンターン募集してる、どんどんこう自分でエントリーして実際見てみたらすごい違いが分かるんで、はい、じゃあっていうね、どっちの方が自分が合ってるっていうのがなんとなく見えてくると思うんですね。100人超えてるベンチャー企業は結構整ってるんで、20人ぐらい30人ぐらいスタートアップと大手企業って全然違ってるんで、はい、まあ、そういった企業スタートアップとかを一回見に行ったら分かりやすいかなと。でスタートアップが新卒採用をやってるって結構珍しいから、はい、インターンシップとかで募集してるところに行ってみて話を聞くとか、話だけ聞きたいんですって言っても、スタートアップのところで、あ、どうぞ来てくださいっていうところ多いんで、一回見に行ってみたらなんかその違いがよく分かると。なのでまあそういった特化したようなサービスがあるから、はい、これどんどん行ってみると合ってるんじゃないかなって。でベンチャー企業でこう会社説明会とかできる規模まで行ってるところってめっちゃちゃんとしてるから、はい、入社後にちゃんと研修もあるし、大手みたいに何ヶ月とかないですけど、1週間しっかり学校があって、でその後研修期間が1ヶ月、2ヶ月あって、それからまあもう仕事しながら学んでいって、でその後本配属になってスタートする。これもうほとんど大手企業と一緒のような流れなんで、だからそこは教育環境がしっかりあったりするから、だからよく巷で言われてるベンチャー企業は多分20人ぐらいスタートアップに見たらよく分かって、その違いでどっちの方が合ってるかっていうのを選んでいくのがいいような気がします。今長期インターンされてる企業さんは、いわゆるスタートアップ企業さん。そうですね、はい。何やってるんですか？学生団体の代表が起業しまして、その会社は今学生無料のコワーキングスペースを運営しながら、企業のファン作り戦略といったものを提案して社会貢献し
しようというような会社で、そこで立ち上げから一緒に活動してます。よう分かってるんですよね。そうですね。だからそういうところを副業にしていこう、そういう環境でやっていこうと思ったら、多分ベンチャー企業とか違うことを一旦経験したいとなるんだったら違うところを選んでみるっていうのがまあいいような気がしますね。お二人が今就活生に仮になったり、もしくは転職するっていう想定だとすると、どちらに就職されますか？もう間違いなくベンチャーです。はい、もう間違いなくベンチャーです、ね。はい、やることが決まってますからね。起業するしないっていう、それは変わらないと思うんで、もう一回人生やり直しても、まず社長やりたいなって思いますし、あとはそっちの方が早いかなっていう。お二人が一緒に働きたい人、二つしか見なくて、一言で言ったら会社のことどんだけ好きかっていうところ。企業に対しての愛っていうのはすごく重要だなと思っていて、このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。